から入ってレバーオン。これで準備 OK。 誰か引っかかるかな、楽しみ。グズ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 ドゥドゥドゥ、だから動いてるぞ。いただくぜ。あ、超簡単に侵入できた。こっちか。お宝だ。いただくぜ。お、落ちる落ちる。落とし穴。あ、埋められた。マイクラマスターペケロンのマイクラちょいテク講座。粉雪落とし穴の作り方。今回の装置は新ブロックの粉雪を使うぞ。粉雪を作るにはまず雪が降っている場所に大釜を置こう。すると中にゆっくり雪が溜まっていき、いっぱいになったら空のバケツでゲットできる。これを地面に置くと粉雪ブロックになるぞ。この粉雪は上に乗ると体がどんどん沈んでいく。しかし革のブーツを装備していると沈まずに上を歩けるんだ。そして足場のように粉雪の中を降りたり登ったりできるぞ。まずは地面を 3×2 マスの形で掘ろう。深さは3マスだ。その穴を木のトラップドアで塞ごう。この時トラップドアは横を向いて取り付けるのがポイントだ。このように開くようにしよう。続いてこのような形で穴の周りを深さ1マス掘る。トラップドアを向くようにレッドストーン反復装置を3個置く。反対側も同じように反復装置を3個置くぞ。さらにここにも反復装置を置く。これは左向きに置くんだ。このようにレッドストーンを置き反復装置をつなげよう。ここにレバーを設置しよう。レバー横の1マス空いている場所はさらに下に1マス掘っておくぞ。ここで一度レバーを操作しトラップドアがこのように動くか確認しておこう。続いてトラップドアの上に粉雪を置こう。レバー横の穴の上にも粉雪を置く。こちらは中の穴が高さ2マス開くように粉雪を置く。また粉雪も2個置いて高さを2マスにするぞ。他の部分は雪ブロックで隠して出来上がりだ。この装置はレバー操作で落とし穴をオンオフできる。レバーがオフの場合は革のブーツを履いていないと粉雪に沈むだけだ。レバーをオンにしてみるよ。まず革のブーツを装備しよう。一マス飛び出ている粉雪の上に乗りしゃがんで下に潜ろう。するとレバーの場所に出るぞ。この時まだしゃがんだ状態になっているので一旦立ってからレバーを操作しよう。これで装置がオンになったぞ。革のブーツを履いていない人が粉雪の上を歩くと下に沈んでそのまま落とし穴に落ちちゃうんだ。ちなみにレバーの場所からはジャンプすると地上に出られるぞ。みんなもぜひ作ってみてね。なんか下から聞こえるな。ごくり見てみよう。スイーッとな。出てけこの。ロルコ。いや。よっ。